大宮車両所は埼玉県埼玉市大宮区にある日本貨物鉄道関東支社管轄の車両工場である東日本旅客鉄道の車両工場大宮総合車両センターに併設されている当車両所は1987年4月1日に同じ施設であった日本国有鉄道大宮工場が国鉄の分割民営化で同工場の機関車部門が JR 貨物に継承 大宮車両所となって発足した。主に、仙台総合鉄道部、高崎機関区新鶴見機関区、愛知機関区配置の電気機関車やディーゼル機関車の検査、修繕及び更新などを受け持つ。また、この他の機関区の車両整備も受け持っている。付近には、2007年10月14日に、鉄道博物館が開館し、また、毎年5月の第4土曜日に、 一般公開イベント、鉄道の街大宮鉄道フレアイフェアが JR 東日本と埼玉市との共催で開催され、開催日には毎年多くの人々が訪れている。当車両所は、大宮総合車両センター同様に、日本鉄道が1894年現地に設立した工場を前進に、開設から120年以上経過した現在も、現地で創業している長い歴史を持つ。 車両工場で鉄道の町、大宮の中心となる施設である。九百八十七年四月一日の国鉄分割民営化により、JR 貨物が機関車職場を継承し、大宮車両所として発足した。開設当初は、JR 東日本の蒸気機関車、電気機関車、ディーゼル機関車の整備を受け持ち、JR 東日本へは自社の機関車の電気部品、空成部品、 連結機などを委託した。2002年度に JR 東日本へ委託を当初で施行する方針に変更し、JR 東日本も電気、ディーゼル機関車の整備は土崎工場に集約、蒸気機関車も自社内で整備するとの方針から、それらの受け持ちも解消した。1988年度に JR 貨物が日本国有鉄道生産事業団から購入した。 EF65 系16両のうち10両を当初にて全般検査を施行し、車席を復活させた。1989年度には、機関車の更新修繕を、1995年には EF200 系の重要部検査を施行し、これ以降は、経年車両の更新延命と、最新車両の検査技術の確立に力を注いでいる。大宮工場時代については、 大宮総合車両センター、センター本所の歴史、センター本所の遠隔、日本鉄道時代、鉄道院、国鉄時代の項目を参照1987年4月1日に発足した当車両所は、旧大宮工場の機関車職場を JR 貨物が継承し、主に関東支社、東海支社のところ属機関車の重要部検査、全般検査、 更新修繕などを担っている。実際に検査、修繕業務を行う組織は、車体外装などを受け持つ一組台車班、臨時区班、回転機班、仕上げ班、鉄鋼班電気機器などを受け持つ二組電気班、偽装班、高圧弱電班、空成班と二組に分かれ、その下に、班と呼ばれる担当グループが置かれている。各組、各班の業務内容については、右表を参照。 全般検査で入場した車両は、まず解体から始まり、車体、装置、機器、走り装置などに分類され、土蒸気のような具合で、業務は分業が進んでいる。なお、ディーゼルエンジンなどの一部の検査、修繕や塗装については、他社委託となっている。下記に、各機関車別の検査体系と周期を示す。電気機関車、編集神経識者は、以下の周期で行う。 重要部検査、申請、または、前回の全般検査から四十八ヶ月、または六十万キロメートル以内前般検査、申請、または、前回の全般検査から九十六ヶ月以内、毎従来形式者は以下の周期で行う、代車検査、前回の全検から三十六ヶ月、または四十万キロメートル以内前般検査、上記の代車検査から三十六ヶ月、 または、前回の全般検査から72ヶ月ごと新形式の重要部検査及び、従来形式の代車検査は、所属区所でも行えるため、実際に入場する車両は、全般検査の車両が主である。ディーゼル機関車、編集新形式車は、以下の周期で行う、重要部検査、申請、または、前回の全般検査から48ヶ月、 または50万 km 以内前全般検査、申請、または前回の前般検査から96ヶ月、または100万 km 以内毎従来形式者は以下の周期で行う、第2交番検査、前回の前般検査から36ヶ月、または25万 km 以内前全般検査、上記の第2交番検査から36ヶ月、または 前回の全般検査から72ヶ月ごと、または50万キロメートル以内邁進形式の重要、部検査及び従来形式の第二交番検査は、所属区所でも行えるため、実際に入場する車両は、全般検査の車両が主である。なお、ディーゼル機関車の従来形式車は、2017年6月5日、移行自社所有機については、検査を終了した。 詳細は後日の過去の検査担当形式の項を参照。大宮社、または OM 関東支社の所属車両中心に検査を実施している。下記に、車種別に示す。2017年4月1日現在における、所内に保存されている車両を示す。なお、併設所である大宮総合車両センターの保存車両については、大宮総合車両センター保存車両の項を参照。 ED6027ED6027 ED 過去に、所内のみに保存された車両を下記に示す。なお、併設所である大宮総合車両センターの過去の保存車両については、大宮総合車両センター過去に保存、留置された車両の項を参照 EF6559EF65535EF8124。ありがとうございます。